鷹の爪は、ウコギか、鷹の爪属の樹木。落葉鉱木で、私有異種。別名芋の木。北海道南部、本州、四国、九州の丘陵地帯から産地に多く分布する、日本特産種。樹高5から15メートル。幹、小枝は共に肺褐色で、唐川が鷹の爪を思わせるため、この名が付けられた。材は柔らかく、樹皮は灰色で滑らかである。 葉は三室副葉であるが、単葉に商葉のものも混じる。三枚の小葉からなり長い枝に個性し、単枝、または枝の先端に束せあるいは集中する。葉の表面は緑色で無毛であり、裏面は海緑色。葉縁は毛状の微細な巨子になっており、先端が急に細くなり尖る。傭兵の長さは4から15センチメートル。商葉は、 長さ5から15センチメートルの楕円型で、質は薄い。秋には美しく紅葉するが、紅葉する樹木の中でもひときわ鮮やかであり、各地で秋の里山に鮮やかな印象を与えることが多い。5から6月に中心部の白い単緑色の小さな花が集まった三型果樹を創状につける。花弁、雄水ともに5個ずつで、花中は二列する。果実は休憩で、 直径8ミリメートル程度の液化。9から10月が柿で黒く熟す。葉と若い実ワカメは山菜として食用となる。他に新刊、箱、箸、用紙、競技、マッチの軸木など様々な用途に利用される。ありがとうございます。